皆さんどうもこんにちは、山竹です。今日はですね、ソニアグラン降臨やりたいと思います。あのね、本当はもっと早く投稿したかったんですよ。すぐ、もう終わってすぐに、始まってすぐにでも投稿したかったんですけど、実はですね、自分降臨チャレンジをやってる村井さんを見にですね、ニコニコ党会議の現地に行ってまいりました。なので、村井さんのこう放送を見てた人いるかもわからないですし、動画見た人がいるかもわからないですけど、実はあそこの場に自分いたんですよね、観客席に。はい。まあちょっとね、感動しましたね、ほんと村井さんのやつね。なかなかあれは素晴らしかったですね。結構動画で見てると早くパズルやれよって思う時たまにあったんですけど、現地で見ると違いますね。もうドキドキがやばいです、マジ。会場一帯がほんと緊張感に包まれてるっていうか、もうやばいですね、あれ。ちょっと降臨チャレンジはやっぱり一回はパズルやってる方なら現地で見てほしいですね、本当に。自分一応2回目ではあったんですけど、村井さんの降臨チャレンジを現地で見るのは。すごいですね、やっぱ。今回のやつほんと感動しましたよ。しかも P5 個だよ、P5 個。全種。やばくないですか？今回かなり太っ腹でしたね。はい。ちょっと嬉しくなっちゃいましたね。まあそんな感じで、今日はね、ソニアグラン降臨を自分もね、ちょっとやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。ではね、パーティーの画面に移動したいと思います。はい、ということでね、大国ファンの皆さん、大変長らくお待たせしました。今回ね、大国主でやっていこうと思います。はい。一応ね、降臨チャレンジ、初めてクリアしたのは、ハトホルパだったんですけど、まあなんかやってみて、大国パとか、パンドラとかの英雄新パーティーならいけるんじゃないかと思ったんで、実はまだね、大国主でクリアしてないです。なんで、クリアできるかかなり心配なんですけど、多分いけるんじゃないかなと思って、ちょっとこのパーティーでやってみたいと思いますので、よろしくお願いします。早速、やっていきましょう。俺の必殺技とか言って俺もちょっとやりたくなりますね、本当に。さあ、先ほどまで英雄神で遊んでたんで、パズル組めるのかがかなり心配ですが、やっていきたいと思います。これね、やっぱ見てると俺の必殺技って言いたくなりますね、あれね。本当に。あれなかなか魔法の言葉でしたね。やってるとこ見ると。あ、これなんだよこれ、今。ちょっと、パズルひどいな。まあちょっとあえてまだターン優位あるんで、パズルミスはなかったことにしましょう。あ、そうだ。俺ね、スーペン買ったんですよ。ちょっとスーペン今ちょっと試してみようかな。あのね、スーペンちょっと使ってみなかったんで買ってみました。ここ硬いんだけど、普通に。買ってきたんだけど、下に置いてきちゃった。いいや、今。ここ硬いんだけど、意外と。普通にまずくね、これ。もう早速だけど、ハンド使っちゃおう、そしたら。ちょっとね、予想以上に硬かったですね。ハトホルパで行った時、こんな硬く感じなかったんですけど。僕が弱ってるんですかね、これ。3、4、5、さあ6が落ち込んで入って7、8と落ち込んですね。落としで6入れての7、8のコンボですね。ごめん、ちょっと初めちょっとね、テンポ悪かったんで、いつも通りのパズルやってきますよ。はい、ちょっと英雄神やっとか、ずっとパンドラでずっと機械入れましたんで、パズル下手になってますね。やばいですね、これ。ちょっとリハビリをそのうちしたいですね。せっかくタッチペン買ったんで、まあ、後々ちょっとタッチペンで無限回路新しくなったんで、ちょっとやろうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。さあ、これは6コンボ、7コンボまで入りますね。7コンボまで確定の8コンボ目が落ち込んですね。ほい。意外と硬い。意外と硬いが、これもなんかターンの猶予が結構ありますね、このダンジョン。そう、1、2回はマジスキルダメゾーンなんで、スキルダメが必要な方は絶対1、2回で貯めていきましょう。もう3回、3、4、5、6ってマジ気の抜けない戦いが続きますんで、ここはマジぜひね、もうボコボコに。あ、3、4、5、6がもうボコボコにしないといけない場所なんで、1、2回で頑張りましょう、スキルためは。スキルため？スキルダメ？スキルダメですね。はい。さあ、ソニア。青ソニアですね。青ソニアどうすっか？これワンパンするか？ワンパンしちゃおうか。だからもう、割とここめんどくさそうなんで、ワンパンしていきたいですね。回復消しちゃおうじゃん。回復消して、さあ、バルキリーですね。バルキリー使って回復を消して、行きましょうか。はい。これでどうでしょうかね。3、4、5、6、7、8! 2ウェイで8! えぐいな、今のチコンは。さすがにえぐい、今のチコン。これはもう、ひとたまりもないですね。ソニアもうびっくりですよ。目ん玉飛び出てますね、今ね。はい。はい。ってことで、ここですね、やばいの。こいつがもう、激アツな火力飛ばしときますね。4万2000はもう誰も耐えらんないんで、ここは、ここですね。ここも大事です。ここはもう、使えますよ。スキルを。大国主を。
あのね、実は威嚇が入ることによって、ここは一旦猶予が生まれるんですよ。で、さらに僕もベジータ使っちゃうんで、ワンパンする気満々なんですね、実はね。で、抜けなかった時のために保険で、多く入手を感じで考えていますね。さあ行きましょうか。こっから行きましょう。はい、引くまで入れていく。ふい。1、2、3、4、5、6。6コンボしかなかったな。これまずいな。うわ、もう完璧じゃないですか、これ。もう何も文句ないですね、これは。残しが完璧すぎるんで、調整が。もう誰も文句、もう言わせないですよ。まあ文句ある方はコメントしてください、ほんと。全部、聞きますんで、ちゃんと。ごめんなさい、つって。毎回その度に頭下げるんでね。ぜひ、文句ある方は文句言ってください。よろしくお願いします。さあ、行きましょうか。どうしようかな、これ。意外と難しいぞ、これ。はぁ、どうしよう。こっから来てぇな、俺、これ。こっから行くか。そうだな、こっから行こう。こっから行って、青を立てて、緑横行って、ヒュイーって感じですね。それで行きましょうか。ほい。こうして、こうして、こうか。1、2、3、4、5、6、OK。もう6コンボあればもう相手もう、ひとたまりもないですね、あの量なんで。OK! さあ、鬼門というか、ちょっとやばい。緑ソニア、ぶっ飛ばしてきましたね。さあ、ここはね、5コンボ以下吸収なんで、実はね、英雄心安定するかなって思ったら、ここがちょっと辛かったんですよね。自分の感想から言わせてもらうと。ここが割ときつくて、そうなんですね。ここきつかったんですよね。なんで、5コンボ以下吸収だって英雄心のパズルが本当に難しくてですね、なかなかエグかったんで、ここはちょっとね、自分は奥に主がいいんじゃないかと思って今やってみてるんですけど、これ実はね、奥に主初プレイなんで、自分も実は、ちゃんとクリア本当にできるのかっていうのが分かってないんですよね。そんな中やってるんで、もう本当にミスったらごめんなさい、本当。ミスったら動画になってない可能性もありますけど。はい。まあちょっと回復しつつ、しっかり倍率は出たけど闇が入ってんのか。闇入ってたね。落ち込んでまあ倍率は出ました。僕に主は。あー、ベジータ。ベジータいなくなっちゃったよ。ベジータいなくなっちゃったんで、ちょっとじゃあ一回。まあちょっと安全策と言いますか、回復を入れつつコンボしていきましょう。ここはまあ倒さなくてもいいです。次で倒したいですね、倒せるなら。ベジータが復活するんで、ここで、あ、でも闇がねえのか。回復もしたいし、ここでもしバルキリーを使うのはどうなんだろう。悪手な気がするんだけど、いや、バルキリーで抜いちゃって次ボスワンパンすればいいのか。使いましょうか、じゃあバルキリー。ボスワンパンできっかな、かっこいいこと言ってるけど。闇回復こう入れて、ひょいひょいひょいっと。闇が1、2、3、4。でもなんか結構削れたんでいける気もするんですけどね。いける気もするんだけど、どうなんだろうこれ。これ無理かな、いけるんじゃねえのこれ。ちょっとごめんね。ちょっともうちょい、超高ボタン押しますね。はい。超高ボタンです。いや、一旦耐えたとこで次またやべえの飛んできたら嫌なんだよな。黄色がここで分断できの、いや、使いましょう。俺の必殺技、ドロップ変換、攻撃耐性闇、パクるなよ、お前。さあ、行きましょう。いや、これバズル難しいな、意外と。どうしよう。あー、これどうしよう。ちょっとミスったかな。いや、こんなんでね、こんなんで負けてたらダメですよ。プレッシャーに押し勝ちましょう。さあ、行きましょう。完璧じゃないですか、ほぼ。ちょっと闇がもう一個も入れられたけど。もうなんか別に文句ないですね、今のパズルには。あー、お察しなんだけど、危ない。助かったんだけど、なんでワングレンって。日本語で OK ですね、ほんとに。危ねー、ちょっと全然足んなかったじゃん。さっきなんであんなに入ってたの。ちょっともうここはね、普通に行きましょう。次ワンパンされる気もしますが、ここは普通にもう倒しますよ。これでもさすがに足りると思うんだよね。闇3個も入ってるんだ、これ。あー、もう落ち込む、最高。これ行きましたね。これは大丈夫です、さすがに。そう、あのね、ソニア意外と半分以下にしてからが結構ぬるい攻撃が飛んでくる。ぬるい攻撃か。一旦猶予くれる場所多いんで、そこ狙い目ですね。そこは狙い目です、本当に。さあ、そして白半蔵使いの大国で火力上げて最後ぶん殴るっていうことをね、やっていきたいですね、これは。さあ、大国ですね、まず。さあ、相手にね、あの威嚇は防がれてしまうんですが、闇ドロップ強化エンハンスですね、 1.5 倍。さらに白水がいっぱいありますね。半蔵。これいけるなぁ、これ。普通にいけるなぁ、これ。あー、ちょっとでもパズルどうだろう。怖いですね。これ平積みでいきましょうか、普通に。
大国主なんで、大国なんで平積みでいいんじゃないでしょうかね。ちょっと難しいかこれ、横がどういう風に、ちょっとごめんなさい、まあ、もうちょっと考えさせてくださいね、これ。あ、上でこう行ってから水を、あー、はいはいはい、了解です。これいけますね、多分。これはいけるんじゃないかなと思いますので、ちょっとやってみましょうか。いやー、ごめん、ごめん、もうちょっと待って。ごめんなさいね、ちょっとなんか時間食っちゃってね、本当に。早くしろって思う方もいると思うんですけど、ちょっとごめんなさい、はい。噛みましたが、もう一度言います。温かい目でね、見守ってくれたらなと思いますので、よろしくお願いします。どうすかな、これ。上から1、ここで1、2、3、4、5、6。ん?違う、1、2、3。青がこっちじゃダメなのか、これだと。あー、でも大丈夫。いや、いや、行きましょう。じゃあ、行きまーす。あ、でもこれもう一列下げたいもんな。いや、ごめんなさい、やっぱやめます。ちょっと変えますね、ルートを今思ってたのと。いきまーす。これでどうだ。で、さらに闇が落ち込んしてくれ。いやー、しないか。闇が一個今落ち込ん、うまくすれば入る形ではあったんですけど、これ抜けないかな。抜けるんじゃない。オッケー、奥入試で。え、え、あ、これ勝ってないの。あれ今何?またナノ?ナノ残しですかね、今の。どっかの降臨、チャレンジダンジョンかなの動画でも見たんだよな、最近、このパターン。マジか、嘘でしょ?まあいいや、ちょっとやりましょうか、もう。まったりとパズルやっていきましょう、もう。え、嘘でしょ?てか、普通にこのパズル今上手くね。8コンボあるし。上手く組めてるんだけど、ちょっと今のショックでかいな。ここ倒しきれなかったの痛いな。うわぁ。泣いたわ。勝てえし、こいつ。闇になっちゃったから鬼硬いじゃん、これ。行くぞっていうのも来なくていいから、ほんとに。はぁ、マジで。マジで来なくていいじゃん、こいつ。マジかよ、もう。くそないじゃん、今の。まあ、頑張りましょう、皆さん。こんなんでね。こんなんでないっつもしょうがないっすよ。うわ、いった、これ。これ、痛いな、俺。これ、無理じゃね、毒ドロップ排除すんの。何も言わずに始めるっていうね。ここはくっつけて、はい。闇入れて、あー、闇入れないとこれちょっと回復量に、ちょっと難があるというか。まあ、多分これまた一旦なんか行くぞみたいなの来るんで、猶予ありますんで。お、ちょっと待って。これ次と、あー、でも倒せねえよな。さっき光だったからあそこまで行けたんだもんな。光だったからちょっとあそこまで行けたんですよね。これどうしよう、マジで。なんで倒せなかったのってか。次やばいの飛んできそうですよね。2万5000とかなんですけど、このパーティーギリギリ足りてんのか足りてないのかわかんないんですよね、実は。多分2万5000ぐらいのが飛んでくるんですよ。回復が間に合って、このパーティーは果たして耐えれるのかって感じで、25,798なんですよ、今 HP が。あー、耐えねえ。25,940やった。いやー、ごめんなさい。ちょっとね、もう一回やらせてください。パーティーをもう一度だけ組ませてください。もう一度来ます。はい、ごめんなさい。ちょっと一回パーティー変えてみます。すいません。はい、止めまーす。はい、ということでね、先ほどの、バルキリー枠を、セポネに変えてきました。ね、実は、バルキリーいつもね、パンドラ使った後に使ってたんですよ。で、パンドラ使うと、光ドロップが回復ドロップになるんで、そっから次パズルした後だと結構回復ドロップ残ってるんですよね。それなんでバルキリー使うとかなり闇ドロップが作れたんですけど、まあなんか今回パンドラがいないということで、あんまりバルキリー使う場面ないんですよね、ぶっちゃけ。回復ドロップ欲しい場面も多いし。なんで、ちょっとそこはね、火力出すためにもセポネに変えてみました。まあボスでの火力は多分落ちるんですけど、こっちのが。列がない分、列強化がない分ですね。ただ、今度さっきの25,940が耐えれるようになりますね、これで。なんでちょっとね、今回これでいきたいと思います。ってことで、やっていきましょう。いや、これでちょっとなんとかクリアしたいですね。さっきのショックでちょっと今パズルがボロボロな感じがするんですけど、まあなんとか立ち直っていきたいと思いますね。ちょっとやばいやばいやばい。また、もうなんだこれなんだこれ。むちゃくちゃ。今では入るけど4コンボしかないですね。これはひどい。まあ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 、着替えていきましょう。切り替えていきましょう。うわ、ちょっとまたここ入ってね。危な。いや、これ緑入ってねえや。あ、6コンボあるか。
危なかったですね今の。もうパズルがもうちょっとさっきのでもう一気に緊張感なくなりましたね。やばいですねこれ。緊張感ないとやっぱパズルってうまくいかないですよね。あ、これでもどうしよう、盤面は悪くないな。闇ちょっと落としで入れたりするとかっこいいですねこれ。それでちょっと行ってみましょうか。はい、ということはこうか、こう、こうしてこうか。これいいですね。なんていいパズル組んだんだ。これ8個も確定ですね。はい、8までは確定。これは倒せましたね。さすがにこんだけ殴ってればなんとかなるんじゃないでしょうかね。 OK。 あんなパズル毎回組めたら気持ちいいけどね、そうもいかないんですよ。おー、これは難しいな。ちょっと本当はこっから、この辺から行きたい。あ、え、ごめん、危ねえ。触っちゃった系男子。まあ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 、ちょっと危なかったですね今の。あれで死んでたら話にならなかったですけどね。生きてたんでまあ笑い話でね済みましたけど。盤面触っちゃったよ。この辺から行きたいですねってポロって盤面触る人なかなかいないでしょ。さあ立ち去りなさいということで、バル、いやバルじゃない、なんだっけこいつ、ソニアですね。ここで何色の変換を使うのがベストなんでしょうかね。変換なしじゃちょっと厳しいもんな。できればワンパンしたい。半蔵さんか、半蔵さん、はい、半蔵さん、半蔵さんでいきまーす。半蔵さんして、2,4,6やと10個か。10個ってことはいくついくつに分ければいいんだこれ。 1,2 3,4,4ごめん、11個だそれ。334ですね。334に分け、あれ11個あんじゃんこれ。334どうだろう、今なんかおかしいなと思ったら344だな。そしたら344でいけますね。じゃあ344に分けていけばいいんじゃないでしょうかね。これは簡単に言うことでもないんですけどね、344に分けるということは。まあまあでもいけなくはないかな普通に。ちょっと回復欲しいなこれ。いきます。じゃあそんなに難しくはないんで、344に組めるかわからないですけど、まあ倍率出ればいいかなって感じで。倍率出るわけじゃないですけど、闇ちゃんといっぱい蹴ればいいかなって感じで。こっから行きたいですね。で、回復をここに揃えることによって落としで入るんで。で、うまくすれば光も落としで入る形になりそうですね。それで行きましょう。ほい。こんな感じ？で、こうして、こんな感じか？ 6、7。ほら、光も入った、落としで。いいですね。9。どうだろう。これ抜けないかな？抜けてくれれば助かるんですけど。抜いちゃえ！オッケー。最後ね、祈りが良かったですね。はい、ここですね。ここやばいやつなんで、一旦の間攻撃力3倍に上昇ということでね、もうワンパンされます、確実に。ここはもうね、意地でもぶっ飛ばしてください。で、このパーティーの場合は、大国主が使えるので使っていきます。はい。ということで、大国主を使っていきました。さあ、じゃあ、またここ回復したり落としで入る形ですね。それで行きましょうか。はい。いいですね。さらに闇も落としで入りますね。回復と闇が落としで入りますんで、まあまあの火力は出たんじゃないでしょうかね。で、ここは最悪、おーっと抜いた。いいですね。まあ抜かなくてもいいなと思ってたんですけど。で、次が、なるほど。ソニア、こいつ可愛いですね。結構赤ソニア。いきなり何を言うんだって話なんですけど。ここはじゃあ背骨で安定でしょう。普通に。背骨。骨使ってワンパンですね、これは。これいけそうじゃないですかね、これ。骨でワンパン。ワンパンマン。は、君さ。どうしようかな、これ。これも割と盤面が。難しい。これ割とじゃないな、相当難しいな、これ盤面。この盤面結構やらかしてますね。あ、いや、ちょっと闇だけ見ていきますね。多分闇だけ見ていけば6コンボぐらい組めんじゃないかな。2,4。ん？これは闇なのかな、これ。2,4,6,8,12。だから闇4コンボは組めるから、闇4コンボ組んで13個あるかね。闇4コンボとその他2コンボでしょ。 OK、 それでいきましょう。じゃあいきまーす。OK、 こんだけ入ればまあここも多分抜けるんで大丈夫でしょう。さすがにこれで耐えたらもうこいつやばいから。 OKOKOK。これで耐えられたら、大国主マジね、もう、引退なんで、さすがに。はい、ということで、ここね、ちょっとね、今考えたんですよ、さっき。さっき死んだのを踏まえて。毒ドロップに多分変えてきますよね、こいつ。
そのタイミングで殴りましょう。僕に変えてくれたタイミングで殴れば、よ、白を使えば、あんなの関係ないんですよ。で、これね、ちょっと削っていけば、さっきのナノで死ぬっていうパターンがなくなるんですよね。ナノ死を防ぐために、先にナノ削っときます。はい。先にナノ削っとく作戦で出ますね、これ。あ、ちょっと下の緑崩れちゃった。まあいいや。はい、これでね、はい、これでナノ部分今削れましたね、先ほどの。これで倒せるでしょう。はい。で、次、毒に変換してきたタイミングでもう、ぶん殴りに行きましょうか。そういうことですよ。これがね、パズドラですよ、皆さん。これなんか殴ってないんですけど。あ、殴りましたね。あ、なんかしかもめっちゃ落ち込みしてますね。これは激アツ。さあ、ナノ分削っていただきました。お、ちょっと闇入るね。危ない危ない。ちょっとやりすぎは注意ですね、これ。さあ、ナノ分削り、切りましたね。これもしワンチャンベジータで、ベジータ使ったら、光に入っちゃう可能性がありそうなんで、ここは半蔵でいきます。半蔵。で、ワンパンするためには、大国主さんのエンハンスが必要と。これね、半減されちゃうんで、光で倍率が入ってるわけじゃないんですよね。光で、あ、闇属性で等倍なんで。だからここで倒しきれなかったらもう負け確なんで、ほぼ。倒します。で、今回割とパズル考えなくてもいけそうなんで、いけますね。行きましょうか。ほい。さっきと同じだな、これ、盤面の形が。ってことは、このまま落ち込んしないでさっき勝てたんで、同じ火力が出てるってことは、へい!グッ。は?え?あれ?言葉を失ったね、今ね。これ負けじゃん、これ。これ負けじゃん、これ。あれ?これやばいな。やばい、やばいな。いや、まだまだ、そうだ。何のためにこれ、セポネに変えてきたんですか、皆さん。こんなんで一騎打ち、もう、ショックすぎて言葉をし、滑舌が回らないんですけど、何のために皆さん僕、セポネ入れたって言いましたか、さっき。皆さん、覚えてますか?はい。次の攻撃耐えれるんですよ、こいつなら。ってことは、つまり、勝てるんですよ、このダンジョン、このパーティーなら。耐久して。はい。さあ、倒していきましょうよ。はい。どうよ、この耐久レース。完璧じゃないですか、皆さん。よし、パズルは良好。横なパズルを組んでいく。いいですね。最高です、これ。これ多分次死ぬんだよな。トールがよい。絶対これやばいじゃん。まあいいや、ちょっとまた火力出してみるか、そしたら。ベジータからの大国虫。お、2way 盤面ですね、これは。ほい。2way 盤面ですが。どうでしょうか。ちょっとあんまりくっつけちゃったし、これ5コンボしかないんだけど、危な。6、7、8、俺に落ち込ん。さあ行きましょう。ファイヤー。闇属性やけど。あー、終わった。ドラリンのエンハンスは耐えれません、これは。いや、まだ俺に落ち込んします、これは。落ち込んしましょう、皆さん。皆さん落ち込んしましょうってわけわかんないですけど、まあ、落ち込ん信じていくしかないですね。もうこれでも耐えられた時点で負けなんだよ、はっきり言っちゃって夢のないこと言いますけど、ここはもう耐えられちゃったら負けなんで、もう潔くあとはね、やられましょう、皆さんお疲れ様でした、皆さん。本当にありがとうございました。もうね、ごめんね、ちょっと今回倒せなかったけど、あれ、背骨が溜まった。残り1ターン。おい、これもしかして奇跡起こっちゃうんじゃねえの。ああ、これ奇跡あるな、これあるぞ、みんな。行きましょう、これやりましょう。ちょっと勝とう、せっかくなんで。よし、じゃあここの青持っていこうか。じゃあ青持って、ここに青揃えます。で、ここに火揃えます。で、さらにここで青揃えたいですね。それで行きましょう。では参ります。
はい、お疲れ様でした。パズルミスという形でね、最後はね、幕を締めさせていただきました。もう最悪なんだけど、なんなのこれ。倒したよ。あ、おかしいな。やったー。ごめん、なんか超グダった。今日の動画ごめん。今までの史上最強にグダった気がするけど。なるほど。腰はちょっとやめてほしいな。はい、ということでね、ソニアグラン、コリン、最後なんか負けたつもりでいたんですけど、勝ちました。ありがとうございました。で、ね、このダンジョン、難易度史上最強って言ってましたけど、まあ、その通りですね、多分。自分の中で一番難しかったです、今回の降臨は。よくね、村井さん、あれ、濃厚したよ、本当に。P5 個かかってる中でね、あの、全人、パズドラーのね。神ですよ、神。僕、だって今、死んでますからね、ぶっちゃけ今。俺が今、降臨チャレンジやってたら、もう、大バッシング浴びてるところでしたからね、本当に。そんなプレッシャーをね、跳ねのけてということで、もう、本当に、ありがとうございます、村井さん。もう感謝感謝ですよ、もう本当に。会場で涙なしでマジ見れないですからね。はい、ということで今回はソニアグラン降臨をやってみました。まあちょっとね、あの、多分面白いところ結構ありましたね、今回の動画は。ナノ残し2回連続はさすがにちょっとびっくりですよね。自分でもびっくりしましたね。はい、ということでね、今回はここまでにしたいと思います。またね、次回の動画で会いましょう。ちょっとまだ実はチャレダンジはやってないんですけど、録画する時間あるかわかんないんですよね、本当に。ごめんなさいね、本当に上げれなかったら。あの、上げれたら上げますんで、明日もちょっとお仕事なんで、できれば頑張っていきたいと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。チャンネル登録やね、Twitter のフォローなどお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは。